こんばんは。ゲームやわです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、大人が真剣に作ったゲームを、大人が真剣に語るというコンセプトでお送りしております。それでは引き続き、第70回、幻想水滸伝、後編をご覧ください。こんばんは。よろしくお願いいたします。それでは最後のテーマはこちら。テーマ3、私はあなたの選択を祝福する。戦国時代の大名の一人、武田信玄の言葉。人は城、人は石垣、人は堀。情けは味方、仇は敵なり。仇や恨みではなく、情けや許しで人に接し、信頼できる仲間の集まりこそが、堅牢な城であるという一つの考え方です。仲間が増えることによって、本拠地が発展する様子は、まさに信玄の言葉を想起させるものでした。本作では、ループ式の選択肢が多い中、帝国の将軍たちに勝利した際は、その選択に応じて、彼らの運命が変わることになります。プレイされた方ならご存知の通り、罪を許して仲間に引き入れるか、罪を咎めて処刑するかの選択です。敵の罠から、身を挺して主人公を守ったグレミオ。坊ちゃん。聞こえますか？すいません。グレミオはもうこれ以上、坊ちゃんをお守りすることができなくなりそうです。でも、もう坊ちゃんは、グレミオの助けなど必要がないほど、成長なされましたね。坊ちゃんは立派になられましたよ。その姿をテオ様にお見せしたかった。はじめは、皇帝謁見の際に、グレミオに心配をかけていた主人公。君みたいなひよっこがこの衛兵の一員かい、世も末だねー。帝都の王宮の兵士たちにも、主人公は、ある種の妬みの感情と共に、蔑まれていました。かわいい坊ちゃんだこと。頑張りなさいね。この陰日からかけられる言葉も、よくよく考えてみると、完全に子供扱いされているようにも思えます。ましてや彼の存在が、後に自分の脅威になるなど、この時の陰日は、夢にも思っていなかったと思います。しかし、様々な困難を経て、最も良き理解者の一人で、最も優れた代弁者の一人であるグレミオは、主人公に対し、あなたは立派になったと言ってくれました。他の誰でもない、グレミオがそういうのだから、本当に主人公は立派になったのだろう。そんな風に思える場面でした。そしてグレミオは、最後まで坊ちゃんを守り抜き、自らが犠牲になることを選びました。そのグレミオを殺したのが、ミルイヒ・オッペンハイマーでした。そうした経緯を経て、プレイヤーは戦いの後、ミルイヒに対する処遇の決断を迫られます。ご存知の方も多いと思いますが、グレミオは、ゲーム最終盤までに、仲間を108人全員集め、誰も死なせていないことを条件に蘇ります。つまり、ここで怒りに任せて、ミルイヒを殺害した場合は、その時点で、復活の条件を満たすことができなくなります。そういう意味において、この条件や展開を考えた作り手の方々は、いい意味で、実に狡猾であると言わざるを得ません。グレミオとクラクを共にしてきたクレオやパーンも、当然のことながら、仇を取りたがっているので、非常に判断が難しくなっています。クワンダ・ロスマンをめぐる、処遇の選択肢の直前にも、エルフの村が焼き払われるという悲劇が描かれていました。グレミオは、主人公のことを思うと同時に、やはり最後まで、父親テオのことを心に留めていました。思い起こされるたくさんの思い出、愛情を注いで、必死に守り抜き、立派になった坊ちゃんの姿を、テオに見せたかったというグレミオの思い。そして、ゲーム終盤に差し掛かったところで、プレイヤーは、いよいよテオと対峙することになります。ついにこの日が来たか。俺は、テオ様と戦うことになるのか。ここでもクレオとパーンが、主人公の心境を、半ば代弁するような形で言葉を口にしています。しかし、いざ再会したテオとは、全く話し合う余地も与えられないまま、戦闘になだれ込み、彼は、主人公のことを反逆者であると口にしました。二度目の合戦の後、主人公と一騎打ちをする際には、天下の大罪人とまで言われてしまいます。人によって受け止め方はいろいろあると思いますが、私はテオに会えば、グレミオたちが話していたように、状況を理解してくれるかもしれないと思っていたため、天下の大罪人という一方的な言葉には、少なからずショックを受けてしまいました。
テオは、帝国と皇帝のためならば、息子にも刃を向けることのできる、徹底的に自らの立場を優先する人物でした。私は、私の信じる者のために生きた。そして、悔いはない。お前も、お前の信じた者のために生きるがよい。私は、お前の選択を祝福しよう。本作でシナリオを手掛けた村山さんは、この重要な場面で、祝福という言葉を選択しました。祝福とは、幸せを願う、あるいは幸せを祈るという意味で、宗教的には、あなたに神のご加護がありますようにといった意味合いで用いられる言葉です。支持することはできないし、立場上認めることもできず、ましてや擁護することもできないけれど、ただ私は、息子であるお前が信じた道の先に、幸せがあることを祈っているという言葉でした。たとえそれが、自分の信じた道とは違う道だったとしても、私はお前の幸せを祈っている。そしてテオは、付き従う部下に声をかけます。私は皇帝陛下、ただ一人のために戦った。それは私の意地でもある。しかし、お前たちまでそれに付き合う必要はない。時代の流れは、もう止めることはできない。息子に力を貸してやってほしい。テオは、自分の意地や信じた道を、息子や若者に押し付けることを是としませんでした。まさに、上に立つ者の鏡として、あるいは父親の鏡として、テオは描かれていました。我が息子よ。私は幸せだよ。父にとって、我が子が自分を超える瞬間を見ることができるのは、最高の幸せだ。最後の最後で、グレミオが言い残した願い、どうしても彼に見て欲しかった、立派になった息子の姿を見届けて、テオは息絶えました。クレオの悲しみの叫び。ずっと共に歩んできた仲間の嘆きだからこそ、そこには、物言わぬ主人公の心境を代弁し、プレイヤーの心を動かしうる思いが付随していました。村山さんは、ご自身が関わったシリーズ作の中では、ビクトールが、自分にとって、最も重要な存在だと語っています。ビクトールは、スイコ伝に登場する、リキ、通称鉄竜と呼ばれるキャラクターがモデルになっていると思われます。横山光輝先生の漫画では、叫ぶ癖が悪く、短気な性格ではありますが、どこか憎めない人物として描かれています。三国志で言うと、張飛のような役回りに近く、豪傑でとても頼りになりますが、酒と短気による失敗で、周囲がそのフォローに奔走させられることもしばしばです。ビクトールは、その点においては、しっかりとした人物として描かれていますが、鉄竜との共通点も多いです。例えば、戦士の村で、ゾラックの話を聞く場面。うるせえ、聞いてるのはこっちだ、答えろよ。また、同じくゾラックから説明を受ける際のやりとり。ガーアー、てめえ、舌を引き抜いてやろうか、必要なとこだけ言え、必要な。スイコ伝の鉄竜も、長話や回りくどい話が大嫌いで、しょっちゅう人の話を遮っては、結論を先に言いやがれなどと怒鳴ったりします。また、ビクトールには、ネクロードによってゾンビにされた家族が、互いを食い合っている様子を見たという衝撃的なエピソードがありますが、スイコ伝の鉄竜も、母親が虎に食い殺されるという場面がありました。しかし、そうした辛い過去を抱えながらも、いつもポジティブな姿勢であり続け、仲間を活気づけてくれるのが、鉄竜であり、ビクトールでした。まさにそれを象徴するような、本拠地におけるビクトールのセリフ。しけた面してんじゃねえぞ。みんなが暗くなるからな。よう元気か。俺か、俺はいつも元気だ。グレミオが死に、その後に父親も死ぬというシリアスな展開の中、彼の存在が、作品世界に、明るさと、前向きさをもたらしてくれていると思います。そして、ゲームが終盤に差し掛かるにつれ、ビクトールは、言葉を発しない主人公にとっての、良き理解者であり、良き友であり、良き代弁者としての存在感を、ますます増していくことになります。帝国との決戦前夜、それぞれが思い思いの夜を過ごす中、ビクトールはグレミオの斧を、主人公に託してくれました。今まで隠していたんだ。お前を悲しませるだけだと思ってな。だが、明日の戦い、俺も命を落とすかもしれない。だから、今夜のうちに渡しておこうと思って。だけどな、お前は進まなきゃいけない。未来を信じて戦った者たちのためにも、グレミオのためにも。そうだろ。思いやりがあると同時に、この局面で斧を渡す彼の行動は、とても粋な計らいで、なおかつ、リーダーの背中を押してくれる頼もしい友人です。
また、ゲーム最終版で、主人公が育った町、思い出と因縁のグレッグミンスターを訪れた際の、ビクトールの言葉。戻ってきたぜ、グレッグミンスターだ。ここから逃げ出した時とは、随分立場が変わってしまったな。お前も俺も、あの時はただのお尋ね者だったが、ようやくここまで来たなという、夢を目前にした男たちの、考えが込められた言葉なのかもしれません。それから、かつて自分たちを見逃してくれた、アインジードに対するビクトールのセリフ。アインジードは、テオと同様に、最後まで皇帝陛下に忠誠を誓うことを選び、主人公たちによって撃たれます。バカな、こんなことは間違っているとつぶやくフリックに対し、ビクトールは次のように話しました。ああ、奴は間違っていた。だが、正しく立って価値のないものがあるように、間違っていても、価値のあるものはあるんじゃないか。解放軍から見れば、アインジードの選択は間違っているし、彼のような立派な人物を、殺さなければならない状況も間違っている。しかし、彼が最後まで守り抜こうとした忠義には、俺たちが戦っている理由と、同じ価値があるのではないかと、彼は言いたかったのだと思います。自分とは異なる道を歩む息子を、祝福して死んでいったテオのように。水滸伝でよく使われている言葉の一つに、好感というものがあります。好感とは、気性のさっぱりした、愛すべき男という意味です。村山さんの描いたビクトールは、まさに好感と呼ぶにふさわしい人物だと思います。長話と回りくどい話が大嫌いで、時に言葉遣いが乱暴になるけれど、明るく朗らかで、情に厚く、人間としての大切な根っこの部分は、絶対に守り抜く男、それがビクトールでした。村山さんが、彼のことを、大切なキャラクターだと話す理由が、とてもよくわかるような気がします。なぜ主人公のもとに人が集い、なぜ人々は志を共にするのか。なぜ彼らは立場を捨て、あえて苦しい道を歩んでいるのか。それは、好感のもとにこそ、人は集うからです。荒れ果てた土地では、農作物は決して育たないように、好感たちの団結のもとにこそ、志という名の芽が育つからです。ロックランドの墓石に刻まれた、農夫の言葉。柔らかな日差しさえあれば、俺は何でも育てることができた。どんなに苦しいことがあっても、柔らかい日差しのように、それを笑い飛ばし、うつむく主人公の背中を叩いて、さあ前に進もうぜと言ってくれるのが、好感ビクトールでした。この俺は、戦争がなくなれば、必要のなくなる人間さ。なあに、大丈夫だ。不死身のビクトール様だ。すぐに後を追うから心配するな。本作で好感たちを脅かす悲劇の元凶は、テッドから主人公に託された紋章の力にありました。お前のことはよく知っているぞ、その呪いの意味も、その悪しき意志も。300年の長き旅の間、多くの国で戦乱を引き起こし、魂をかすめた。そして、オデッサという女性の魂も、親友の父親の魂も、グレミオさんの魂も、すべてお前が盗んだ。ソウルイーター。魂を喰らう呪いの力。ゲーム序盤で、この紋章はお前に不幸をもたらすかもしれない。その時は俺を恨んでくれていいというテッドの言葉は、主人公から大切な人を奪うことを示唆するものでした。自分の自由にならない命なら、俺はそんなものはいらない。戦士の村における、クレオとヒックスの会話。ヒックスは、吸血鬼のようになったネクロードと、無理やり結婚させられようとしている女性を、本当は自分で救いたいと思っていました。クレオさんは女の人なのに、どうして戦っているんですか？別に、女が戦うのに特別な理由はいらないよ。男と同じさ。守りたいものがある。ヒックス、あんたにも守るべきものがあるんじゃないかい？でも、僕は強くないから。そうだね。弱い奴が無理をすることはない。死んでしまったらどうにもならない。ヒックス、自分が弱いと思っている間は、あなたは強くはなれないよ。オープニングデモにおける、ナレーションの言葉。教えてください。運命は定められたものなのでは。この問いに対し、クレオならこんな風に答えるかもしれません。運命なんて変えられっこないと思っている間は、私たちの運命は絶対に変わらないよ。ゲーム序盤のレックナーとのセリフ。あなたは世界の大きな流れの中で、厳しい宿命を背負わされています。それは、辛い選択であったり、癒されることのない悲しみかもしれません。ただ、一つだけ。
あなたの運命は、常にあなたの手中にあります。それは、絶対に変えられないと思われた、定められし運命と、絶対に覆せないと思われた、強者による圧倒的な支配に対し、日陰者たちが、運命は必ず変えられると信じ、必死に抗い続けた物語でした。再び、ロックランドの墓石に刻まれた、名もなき戦士の言葉。私にとって、戦うことは、生きることと同じ意味を持っていた。そうして、スイコ伝が数千年の時を経て、今日まで語り継がれてきたように、幻想スイコ伝における、運命に立ち向かった日陰者たちの物語もまた、多くのファンの心に深く刻まれることになりました。その思い出の中には、東野美希さんによる、色とりどりの BGM が、本作の世界観をなす要素の一つとして、いつも共にあったのだと思います。そして、物言わぬ主人公は、最後の最後まで、自らの心境をプレイヤーの想像に委ね、帝国から共和国に生まれ変わった、トラン共和国の大統領になるという立場を辞退し、グレミオと共に旅に出たようです。しかし、彼の明かされない心境は、それまでの冒険の中で見られたように、周囲の人物たちが代弁しているのかもしれません。あなたは、あなたの見たもの、感じたものから、目を背けることはできない。しかし、それでも俺の心は痛む。やはり俺は、自分の心に正直に言いたい。しけた面してんじゃねえぞ。みんなが暗くなるからな。テオ様の死に顔、それは安らかなものでした。我が子の成長を喜んでいたのでしょう。お前も、お前の信じたもののために生きるがよい。私は、お前の選択を祝福しよう。おっちゃんが行く道なら、私もついていきますよ。テオ様も、きっと祝福してくれるはずです。そして、二人の視線の先にある、山あいの向こう側では、まるで、二人の新しい旅路を祝福するかのようにして、一日の始まりを告げる朝日が昇ろうとしています。最後に、見たび、ロックランドの墓石に刻まれた言葉を紹介して、今回の動画を締めくくりたいと思います。おやすみなさい。また会う日まで。本日の考察は以上になります。またいつか、幻想スイコ伝2でお会いしましょう。ありがとうございました。今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。次回のゲームやわは、3月1日更新、取り上げるゲームは、スーパーファミコンソフト、ワンダープロジェクト J、機械の少年ピーノです。人間に代わる労働力として作られた擬人。しかし人間は、自分たちよりも能力の高い擬人たちを疎ましく思い、やがて迫害するようになりました。そんな中、擬人の生みの親であるジェペット博士は、人間と擬人との橋渡しのために、人間そっくりの擬人、機械少年のピーノを作りました。デトロイトビカムヒューマンが発売される、約四半世紀前の日本で作られた、アニメーション描写による作品です。パッケージ裏のメッセージで、ピーノは訴えかけています。あなたの力が必要なんです。僕とうまくコミュニケーションをとって、島のピンチを救ってください。島を救うべく、私も人肌脱いでこようと思います。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。